1> で、えー、1月場所、初場所の7日目と8 4日目折り返しですねということで重量、えー、から見ていきたいと思います枠、えー、下上交流、久々の重量戦北の若戦ですね えー、北の赤が押し出し、押し倒しということで、まあ北の赤がね、今回から中央にこう上がったわけなんですけど、まあ無シブなく発揮できてるっていう感じですかね。白山に矢後、矢後が送り出し、まあ矢後はね、まあ、あの、重要な中で明日の方だということでもう後がないという状況でございまして、なんだか勝っていくしかないというところで6勝1敗っていうのはいいんじゃないでしょうか。 錦、えー、富士に千代嵐、錦富士が寄り切り、琴優勝に緑富士、琴優勝寄り切り、東白国に平戸海、東白国は押し出し、炎鵬に大将法、炎鵬は下手投げ、徳勝龍に大将丸、徳勝龍が押し出し、朝の若に大将丸、朝の若が押し出し、朝の若に美良海、美良海が押し出し、東流に昌法山、東流決め出し、大山見に琴勝法、琴勝法突き落とし、 えー、そして最後、十両、輝き、荒足だ十両、荒しだが突き落とし、そして十両、錦木は久々に幕の内、えー、琴恵子が寄り切りで勝っています、青山に魁聖、青山が押し出し、えー、琴ノ若に、えー、王鵬、琴ノ若が片透かし、若元春に豊山、えー、若元春が寄り切り、えー、千代丸に剣翔、剣翔が寄り切り、一山本に一代対流一山本が押し出し、石浦に天空海、 え石浦がすすいいですね、えー、勝っています、えー、妙義龍に栃ノ心、栃ノ心が寄り倒し照強氏に島の海、島の海が、えー、送り出し佐田の海に富る佐田の海が上手投げ豊昇龍に、えー、今場所6連敗中の千代の国、えー、豊昇龍、下手投げで勝ってなんと千代の国、超えて7敗とね、えー、一気に七日目にして早くも負け越しピンチというところまで来ちゃいました、えー、宝富士に千代翔馬宝富士が引き落とし 大野城に阿炎、大野城が突き落とし、宇良に北勝富士、宇良が押し出し、逸ノ城に霧馬山、逸ノ城が寄り切り、若隆景に大栄翔、大栄翔が突き出し、明生に鷹の里、鷹の里が突き落とし、えー、御嶽海に玉鷲、御嶽海絶好調、寄り切りで7連勝、隠岐の海に正代、えー、正代いいところがありません、なんとこれで4連敗。 えー、照ノ富士、前の試合の負けというのはね、えーまあ、そこからちゃんと切り替えてというところでしょうかね、えーえんかえー、照ノ富士が勝ちました寄り切りで、えー、勝利しております。 そして4日目の取り組みです。重量からいきたいと思います。えー、幕下、海獣矢後戦でした。矢後、えー、押し倒しで勝って、十重量がこう1っていうのをね、えー、キープです。白鸚山に東、えー、平通み。白に突き落とし。千代嵐に炎鵬。炎鵬が寄り切りですね。えー、西木藤に琴優勝。西木藤がたき込み。 東百両に北の若、北の若が里掛け、緑富士に大将鵬、緑富士が肩透かし、朝の若に徳勝龍、朝の若がはたきこみ、白の海に大将丸、大将丸が押し出し、大奄美に東龍、大奄美が寄り切り、錦木に正鳳山、錦木が押し出し、輝きに魁勝、輝きが寄り切り、荒足座に武将山、荒足座がはたきこみ、武将山なんとこれで8連敗ということでね、えー、長いトンネルですね。えー、今場所はちょっと厳しかったみたいです。 え、女優、琴勝峰は、えー、こちらも久しぶりの幕の内ですね。剣翔戦が組まれまして、琴勝峰、寄り切りで7勝目。琴の赤に青い山、琴の赤が押し出し、王鵬に一山を打と王鵬が突き出し、海星に豊山、海星、えー、豊山が寄り切り、石浦に若元春、若元春が叩き込み、佐田の海に琴江港、琴江港が突き落とし、えー、栃の心に照強し、栃の心が寄り切り、妙義龍に千代大龍千代大龍が押し出し、 千代丸に天空海、千代丸が送り倒し、天空海跡がなくなると、島の海に宝富士。宝富士が叩き込み、宝昇流に阿び、宝昇流が寄り切り、大野省に7連敗中と後がない千代の国。大野省が寄り倒して勝って千代の国は早くも負け越しですね。最速負け越しということになりました。飛び猿に千代の章は、飛び猿が寄り切り。 玉に北勝富士、玉鷲が押し出し若隆景に一の城若隆景が突き落とし、えー、明生霧馬山、霧馬山霧馬山は押し,出し押,し出し押し倒しですね。えー、御嶽海に大栄翔御嶽海は、えー、圧倒的な相撲ですねこれがまあ大関相撲という,うところも,もう申し分ないかなというところで押し出しで勝って8連勝か唯一の勝ち越しです宇良、えー、に隆の里宇良が足取り、えー、遠藤に正体 え正代4連敗からやっとあのね、長いトンネルが抜け出せました。正代勝って寄り切り。横綱照ノ富士に置きのみ。まあやっぱり負け引き取らないなっていうところで照ノ富士に連勝ということで寄り切りで勝利しているということでね。えー、まあやっぱ今回、今場所で気になるのは貴景勝がちょっとね、えー、まあ情けない相撲で、まあ えー、一番先にね、えー、救助していって、正代もね、4連敗とここ来てますので、まあ、本来大関陣もね、優勝争いしていかなきゃいけないっていうところでね、えー、こういった不甲斐ない成績だったりするっていうのはね、ちょっとあれかなとは思います。明るい材料も見えてますで三鷹嶽海が8連勝中ということで、ここからね、えー、どこまでそのペースっていうのを維持できるのかっていうところがポイントかなと思います。 えー、三丈海関とかね、えー、言いますと、後半戦にね、結構負けが込んできたりしてね、えー、なかなか勝てないっていうのがね、えー、ちょっとありまして、その言うた、まあ、脇の甘さ、爪の甘さっていうところがね、えー、まあ、三丈海関のね、えー、ちょっとしたそういうメンタルで、メンタル面での、ところかなとは思います。 えー、なので、後半戦ね、えー、どこまでいけるのかっていうところで、まあ、横綱戦ね、えー、横綱、天皇富士関との、まあ、争いということにもなってくるかと思いますので、まあ、ぜひ、御嶽海関には頑張ってほしいところではございます。ということで、本日はご視聴ありがとうございました。